だったんですけれども、ピーナッツを食べていて、ピーナッツをこういう風に放り投げて口でキャッチするというのをやっていたら、ピーナッツが急に消えるようになってしまって、で焦りに焦って、焦りに焦った末、井上和歌になるというコントでした。夏もガルビジネスお願いします。ありがとうございます。井上和歌になりましたね。ショートコントをいくつか作ってきますのでご覧ください。ショートコント優しさ。すいません、コーラ一つ。はい、かしこまりました。お待たせいたしました。はぁ、ごめんなさい、としたら。うわ、ちょっ。優しさ。続きました。優しさ。お腹が空いたよ。うむ、した。どうしたんだい、カバオくん。アンパンマン、お腹が空いたんだよ。いい声だね。続きまして優しさ。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいわん。もうね、2個あげちゃう。続きまして優しさ。うわ、財布落とした。え、どこに落としたの財布。うわ、ここに落ちてた大きめの石なんですけど、もしかしたらなと思って。これです。続きまして優しさ。ポカリ飲む。続きまして優しさ。犯人は一体誰なんだ。お前ら3人、もう一回名前とアリバイ言っていけ。俺は高橋健。犯行時刻は部屋で読書をしていた。私は中村明美。犯行時刻はお散歩をしていたわ。俺は殺すがは殺す。犯行時刻のことは絶対に言いたくないね。自殺かな。では今日のネタ面白かったですか。ちょっと優しさ。ありがとうございました。